YouTube でトルチャンネルを検索してね。トルチャンネルのクイズだよ。問題、この乗り物は何かな。5、4、3、2、1、正解はカーキャリア。今日の動画で大活躍するよ。おまけの動画もあるから最後まで楽しく見てね。やあみんな、こんにちは。僕はカーキャリアだよ。外がそろそろ暗くなってきた。働く車のみんなをお迎えに行こう。それじゃあ出発。みんなどこにいるかな。どこかな、どこかな。そろそろ見えてくるかな。あ、いたいた。ブルドーザーくんとショーベルカーくんだね。工事のお仕事を2人でしてたんだ。そろそろお家に帰ろうね。じゃあ僕に乗ってね。ここをカチッと開けて、まずはブルドーザーくんガガガガッと乗ってね。ここにカチッと乗ったよ。次はショベルカーくん、どうやって乗るのかな。アームをしまって、ここからガチャッと乗れたよ。それじゃあ後ろはカチッと閉めて、次のみんなをお迎えに出発するよ。さあみんなどこにいるかな。遠いかな。そろそろ見えてくると思うんだけどな。まだかな、まだかな。遠いぞ。あ、いたいた。ちょっと遠くにパトカーくんかな。よし、お迎えに行くぞ。あ、やっぱりパトカーくんだ。パトカーくん、町の平和を守ってたんだね。お疲れ様。じゃあパトカーくんもヒューンと飛んで、ここをカチッと開けて、パトカーくんは下に乗ってね。パトカーくんカチッと乗っちゃったよ。それじゃあ後ろをよいしょカチッと閉めて、次の人をお迎えに出発するよ。さあ次は誰がいるかな。もう暗いよ。あ、いたいた。救急車くんだね。みんなを助ける仕事お疲れ様。救急車くんもヒューンと飛んで、よいしょ、ここに着いたらカチッと開けて、救急車くんも下に乗ってね。よし、救急車くん乗れたよ。それじゃあここをカチッと閉めて、次のところに出発するよ。次は誰かな。そろそろ見えてくるかな。いたいた。最後はゴミ収集車くんだね。街をきれいにしてくれてるよ。ゴミ収集車くんもこっちに来て、よし、ゴミ収集くんはヒューンとここに乗っちゃおう。これでみんな乗れたね。みんなお仕事お疲れ様でした。それじゃあみんなでお家に帰ろう。カーキャリア出発。箱の中がパトカーでいっぱいだよ。ソウル、ソウル、ソウルチャンネル。どんなパトカーが入ってるのか見てみよう。最初のパトカーはこのパトカー。サイレンの音がするよ。パトカーを坂で走らせてみよう。上手に走れるかな。おっと、次のパトカーはこれだよ。上のところが上がったり下がったりするね。サイレンの音が鳴ってピカピカ光るぞ。上がったり下がったりして、とってもかっこいいパトカー。ガシャガシャ動くよ。さあ坂を走ってみよう。ゴールできるかな。よし、上手に走ったよ。次のパトカーはちょっと小さなパトカーだよ。ウィーンと走る小さなパトカー。上手に走るか。おっと、落っこちちゃったよ、小さなパトカー。次はこのパトカーだよ。このパトカーはガチャッと開くよ。この中にトミカがたくさん入るようになってるよ。お片付けパトカー、走るぞ。おっと、次のパトカーはこちら。日本のパトカーとはちょっと違う海外のパトカー。
サイレンの音もちょっと違うね。ピカピカ光ってかっこいいよ。サイレンを鳴らして出動。よし、ゴールだ。次はこのパトカー、ちょっと丸っこくてかわいいパトカーだよ。出動します。パトカーサイレンを鳴らしているよ。おっと、ゴール。次は赤いパトカーだよ。ウィーンと赤いパトカー、かっこいいね。赤いパトカー出発するよ。おっと、落っこちちゃったよ。次のパトカーはこちら、ちょっと丸っこいプリウスの形をしたパトカーだよ。プリウスパトカー、上手に走るだよ。次のパトカーはこれだよ。ドアが開くパトカーだよ。出動。おっと、転んじゃったよ。またまた大きなパトカー見ていこう。ボタンを押すとピカピカ光ってサイレンが鳴るぞ。前の車左に寄りなさい。前の車左に寄りなさい。パトロールをしているよ。おっと、転んじゃったよ。少なくなってきた。次は小さなパトカー、高速パトロールカーだよ。とっても速く走るパトカーだよ。行くぞ。よし、ゴールしたけど飛んじゃったよ。次はとっても大きな外国のパトカー。サイレンの音もちょっと違うぞ。後ろの車輪くるくる回って速く走るよ。外国のかっこいいパトカー、行くぞ。おっと、転んじゃった。もう一回、次はバックで。よし、転ばなかったよ。最後はこのパトカー、横にボタンがついてるよ。かわいいパトカー出動。やみんな、僕は大きなウイングトラックだよ。みんな僕に乗ってね。やった、大きなウイングトラック乗るよ。よいしょ。あれ、どこから乗るのかわからないよ。入れないぞ。上にポコッと乗るのかな。どこから乗るのかな。乗れないよ。よいしょ。あれ、トラックの横がパカッと開いたよ。大きなウィングトラック、上のボタンを押すとパカッと開くよ。開け忘れてた。ここから乗ってね。救急車がウィングトラックに乗るよ。僕も乗るよ。青い車が来たよ。この青い車は後ろをスポット上げて、後ろをガチャンと上げるゴミ収集車だよ。街をきれいにするぞ。ゴミ収集車も後ろに乗るぞ。街の平和を守るぞ。黒と白の車、パトカーが来たよ。パトカーも後ろ乗るぞ。パトカー、ここにガチャッと乗っちゃうよ。ガシャンガシャンガシャン、僕も乗るぞ。黄色いショベルカーが来たよ。ショベルカーくんもここにカチッと乗るぞ。みんなを幼稚園に運ぶよ。ちっちゃくてかわいい幼稚園バスが来たぞ。みんなを幼稚園に運ぶよ。幼稚園バス、ここに乗っちゃおう。よし、いっぱい乗ってきたから、くるっと回して、こっちは閉めるよ。みんな、こっち側から乗るぞ。僕も乗せて。あれ、これは誰かな。ぐぐぐっと縮めていくと、赤い車だ。この赤い車、はしごがシャキンと伸びる、はしご消防車だぞ。はしごをしまって、はしご消防車も乗るぞ。みんなを運ぶよ。みんなを運ぶこの車、バスだよ。路線バスも今日はトラックに乗っちゃうぞ。路線バス、ここから乗るよ。僕も乗りたいよ。またまたバスが来たよ。この黄色いバスはハートバスだよ。上に席がいっぱいあるぞ。ハートバスも乗って、よし、もうこれでいっぱいだよ。ウィングトラック、横をカチッと閉じて、よし、みんなお出かけに行くぞ。ウィングトラック、出発。ソウル、ソウル、ソウルチャンネル。ああ、この街を汚してやるぞ。
今日はこのおもちゃを開けてみるよ。ゴミ収集車のおもちゃ。ゴミ収集車がロボットに変身するよ。こんなロボットに変身するダイヤロボ、早速開けていこう。ゴミ収集車がどんな風に変身するか楽しみだね。パカッと開けて、こっちにゴミ収集車があるよ。ゴミ収集車、よいしょ、出てこい出てこい。なかなか出てこないぞ。頑張れ頑張れ、ゴミ収集車、よいしょ、出てきたよ。まずはどんなゴミ収集車か見ていくよ。ゴミ収集車、こんな感じのゴミ収集車だね。ゴミを集めるゴミ収集車、早速変形させていくよ。まずは運転席の部分をカチッと下げるよ。次は運転席の部分がググッと持ち上がるよ。こんな風に変形したよ。次はドアの部分をガチャッと取るよ。こっちもガチャッと開いて腕が出てきたよ。反対側も腕が出てきたぞ。次は一度この部分を下げて、後ろからググッとパーツが出てきたよ。ガチャッと出していくと足が出てきたよ。次はこのゴミ収集車荷台の部分をくるっと一回転させて上に、よいしょ、持ってきたよ。ゴミが入ってる部分パカッと、よいしょ、開いたよ。次は運転席の部分をパカッと開くよ。よし、次はここの部分を持ち上げると顔が出てきたよ。これで変形完了。ゴミ収集車がロボットに変身したよ。トミカのゴミ収集車が来たよ。ゴミ収集車は後ろをパカッと開いてガチャッとゴミを集める仕事なんだけど、今日はロボットに変身。これで町の平和を守れるぞ。トミカのゴミ収集車と大きさを比べてみると、これぐらいの大きさに変身するよ。立ってみると結構大きなゴミ収集車に変身だね。ゴミ収集車モードだと大きさはだいたいトミカと同じぐらいだよ。ゴミを集めるゴミ収集車がこんなにかっこいいロボットに変身しちゃったぞ。ゴミ収集車がゴミを集めていたら、うわ、悪者だ。この街を汚してやるぞ。そんな時はゴミ収集車ロボダストラル出動。ゴミ収集車の力で悪者をやっつけるぞ。よし、行くぞ。やられた。ゴミ収集車がロボットに変身するなんて聞いてないよ。こんな風にもゴミ収集車ロボットで遊べるよ。とってもかっこいいロボットのダストラル。このおもちゃはダイヤロボ、ゴミ収集車ロボットダストラル。とっても珍しいおもちゃだから、みんなももし見つけたら遊んでみてね。このダストラル、とってもかっこいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくね。それじゃあ次の動画で会おう。ダストラル出動。ここはガソリンを入れるガソリンスタンドだよ。ガソリンスタンドに車が来たよ。青い車がガソリンを入れに来たよ。この車はパカッと持ち上がって後ろが開くゴミ収集車。ゴミ収集車、ガソリンを入れよう。ガソリンを入れたらゴミ収集車がこんなに大きく変身したよ。とっても大きなゴミ収集車、後ろが開くよ。ボタンがついていて、ボタンを押すと荷台が持ち上がるよ。ゴミをたくさん集められるようになったね。大きなゴミ収集車、ゴミを集めに出発しよう。次の車が来たよ。次に来たのは大きなトラック。パンダの絵と引っ越しの境って書いてあるよ。後ろが開く、このトラックもガソリンを入れてあげよう。ガソリンを入れるよ。トラックもとっても大きく変身したよ。引っ越しトラックはこの大きなトラック、ウイングトラックに変身したよ。なんでウイングトラックというかというと、この上のボタン、上のボタンを押すとパカッと開くよ。後ろから見てみよう。一回閉めて後ろから見てみると、パカッと羽のように開くよ。たくさん荷物を乗せられるウイングトラックだよ。今日も荷物をいっぱい運びに出発しよう。次の車は何かな。次に来たのはこの車、オレンジと緑の路線バスだよ。みんなを運ぶ路線バス。この柄のバスは東京を走る都営バスだよ。都営バスにもガソリンを入れていくよ。都営バス、とっても大きく変身したよ。よし、この大きなバス見てみよう。扉が開いてるよ。
上にレバーがついててレバーを動かすと扉が開いたり閉まったりするよ。上にはボタンがついてるね。1番から押してみよう。発車します。エンジンの音が聞こえたね。2番は遠いとこにおっちゃありがとうございます。走行中2個ボルトためやむを得ず急ブレーキをかける場合になりますので十分ご注意願います。バスのアナウンスがかかったよ。次は3番次止まります。次止まります。バスが止まったから撤去をさせてください。降りるときに押すボタンだね。最後はクラクションが鳴ったよ。とっても大きなバスに変身だよ。今日はこのガソリンスタンドでいろんな車が大きく変身したよ。交番からパトカーが出動。街をパトロールするぞ。パトカーは速くてかっこいいな。誰か助けて。こっちから声が聞こえたぞ。行ってみよう。現場に到着したよ。あれ、パトカーさん助けて。お尻が抜けないよ。ゴミ収集車くんが引っかかっちゃってるぞ。そんな時は僕に任せて。僕はショベルカーだよ。ゴミ収集車くんを助けよう。ショベルカーくん来てくれてありがとう。ゴミ収集車くんのお尻をガチャガチャっと。よいしょ、やった、お尻が抜けたよ。ありがとう。ゴミ収集車くんを助けたぞ。この中に何が入ってるのかな。わあ、すごいものが入ってるぞ。中にはスポット。うわあ、トミカグミが出てきたよ。僕トミカグミを取ろうとして抜けなくなっちゃったんだ。取れてよかったね、ゴミ収集車くん。パトカーさん、ショベルカーくん、ありがとう。トミカグミを持ってゴミ収集車出発するよ。よし、解決したぞ。パトロールに出発するぞ。ブーン。あれ、ここはいろいろな色の車庫があるよ。誰が入ってるのか開けてみようっと。赤い車庫をガチャッと開けると赤い車、はしご消防車くんだね。はしごをシャキンと伸ばしてみんなを助けるぞ。はしご消防車くんのはしご長くてかっこいいな。よし、次は緑を開けてみるぞ。緑をガチャッと開けると出てきたのは路線バスだよ。緑とオレンジの路線バス。わあ、路線バスくんが出てきたよ。今度僕も乗せてね。次は青を開けるよ。青をパカッと開けると出てきたのは青のパトカーだよ。とってもかっこいいぞ。わあ、青いパトカーとってもかっこいいな。最後は黄色、ちょっとここ怪しいぞ。黄色をパカッと開けるとハンバーガートラックが出てきたよ。あれ、バイキンマンがいるぞ。俺様、ハンバーガートラックのハンバーガーを食べようとしてたらパトカーに見つかっちゃったぞ。バイキンマン、悪いことをしていたな。うわー、俺様逃げるぞ。よし、追いかけるぞ。パトカーさん、僕のハンバーガーを食べてください。ハンバーガートラックくんを食べるよ。ハンバーガートラックくん、美味しかった。あれ、とっても大きいパトカーに変身しちゃったよ。これでバイキンマンを追いかけるぞ。出動。うじじ、俺様逃げるぞ。バイキンマン、待て待て。うわ、とっても大きいパトカーくんが来たぞ。パトカーのスイッチをカチッと入れてガバッと開くよ。うわ、俺様飲み込まれちゃうぞ。俺様捕まっちゃったぞ。バイキンマンをパクッと捕まえてカチッと閉めるよ。よし、バイキンマンを捕まえたぞ。よし、これでバイキンマンに悪いことをしないようお話をするよ。大きなパトカー出動。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくね。